はい、こんばんは。本日は大量でございます。見てこの大きさ、私の手ぐらいの、手のひらぐらいなんだ。男の子でございます。オス、オスの鮭、ね、結構ね、気合い入れないとここにやんないとね、釣れる。ほっ、どうだ。これはね、さばきがいがある。これを買ってくるの、そうそう、すごいよね。あの、おっちゃんだって、あの、結構安くしてくれたの。ああ、きっとね、さばける人はそんなにいないと思うから、売れたいと言って。ごめん、ちょっとそれ語弊がある。さばける人じゃない、食べきれる人はかなり少ないんだけど。これだって、鮭の切り身にしたら何枚よ。普通のさ、半身よりさ、大きくない？でかい。明らかに大きい。すごいね。だってコストコにバーン取ってる切り身よりはるかに長いし、だってそもそも長いよ、これ。大きいよ。だって片手で持てない。剣道で鍛えてる私が片手で持てないっていう、ほら、通常だけどプルプルいってるから。これはなかなかないよ。さばくんですよ、今から。いや、でもさ、それを上回るにはマグロピッカとかなくちゃいけない。そうだね。そうすると家の中でさばくの厳しいから。いや、昔、ね、北海道でニジマスバーンとまとめるでかーと思ったけど、やっぱでかいね。鮭だからね。私ね、あれ作りたいの、押し寿司。押し寿司？あ、うまいね、確かに。あれ美味しい。ね、マス寿司ではないけど、鮭寿司のさ。今日、だから、あの、大根もまだいっぱいあるんだけど、大根に引き続き鮭も強制的に食べ放題ね、これね。そうだね。食べきれるとは思う。ちゃんちゃん来て、ちゃんちゃん。ちゃんちゃんやろうか。ちゃんちゃんやろう、ちゃんちゃん。入れないじゃん、ホットプレートに。これでしょ？絶対無理。やっぱりさばきます。楽しみにしております。はい。